ファラガット級駆逐艦。ファラガット級駆逐艦。ファラガット級駆逐艦はアメリカ海軍のミサイルフリゲート DLG の艦級、に伴ってミサイル駆逐艦 DDG に再分類された。ジェーン海軍年間や世界の艦船ではクーンツをネームシップとしてクーンツ級駆逐艦とされている。基本計画番号は SCB142 アメリカ海軍初の心臓ミサイル艦であり、1956年1957年度計画で10隻が建造されて、1960年より順次に収益した。空母を戦闘軍の艦隊防空の一翼を担って活躍したが、老朽化に伴い、1993年までに運用を終了した。第二次世界大戦後の駆逐艦としては、 1946年10月の駆逐艦研究会での検討結果を踏まえて、まず1948年度計画でミッチャー級が建造された。当時、大撃戦の重要度低下や対戦兵器の性能向上に伴って船隊規模を抑制する必要性は乏しくなっており、同級では基準3600トン、全長149メートルまで大型化したが、このように、 高コストの大型艦を大量建造することはさすがに、財政的に不可能であった。このため、1951年にはこちらは、共同駆逐艦、後のフリケートに格上げされて、通常の駆逐艦とは、腐れ、艦隊駆逐艦としては、1953年度計画より、比較的小型、安価なフォレストシャーマン級の建造が開始された。しかし1954年5月、 海軍の長期計画の策定にあたるシンドラ委員は、量産向きの汎用艦よりは、強力な高性能艦の整備を勧告した。一方、第二次世界大戦中、アメリカ海軍では、いわゆる防空艦として、アトランタ休憩巡洋艦が運用されており、38口径12.7センチメートル感謝砲12から16門という、強大な対空砲火力は、 艦隊の広域防空能力の強化に大きく貢献した。その後、戦争末期には、軽空脅威の増大に対して、射程不足が指摘されたことから、射程を延伸した54口径 127mm 砲、続いて、同速射砲が開発され、これを搭載した防空巡洋艦も検討された。しかし主に、コストパフォーマンスの観点から、議会は、 その建造を拒否して、ミッチャー級の系譜となる大型駆逐艦、DL を要望した。これを受けて、1954年より、次世代の高速艦隊護衛艦、ファーストタスクフォースエスコートが検討されるようになった。これは高速で、起動する空母戦闘軍の直江艦となることが求められており、対抗性の観点から、ホレストシャーマン級よりも大型の艦が求められていた。 これに応じた放送型 DL として計画されたのが本級であり、1956年度計画で3隻が予算化された。これらの対空砲火力強化の計画と並行してアメリカ海軍は第二次世界大戦末期より全く新しい艦隊防空火力として艦隊空ミサイルの開発に着手していた。いくつかの応急的なミサイル開発計画が実施された後、 1944年にバンブルビー計画が開始され、その最初の成果であるテリアミサイルは1956年には実戦配備された。これを受けて本級は同ミサイルを搭載する防空ミサイル艦へと計画変更されることとなり、同年ミサイル共同駆逐艦 DLG へと種別変更された。本級はこの新艦種に種別された初の艦級であった。なおこの時、 ファラガット以下3隻は、上記の通りすでに放送型 DL として予算成立していたことから、設計変更しての発注が遅れ、当初より DLG として計画された4番艦、クーンツが先行して建造が進められたことから、こちらがネームシップとして扱われることもある。上記の経緯より、本級の設計は、おおむね、先行して建造された放送型 DL である。 ミッチャー級の発展型とされており、フレッチャー級駆逐艦の系譜を引き継ぐ、平ら板艦線形も踏襲された。ただしテリアシステム及び付随する各種の電子機器、レーダーなどを収容するため、排水量はさらに増大した。特に上部構造物は大型化しており、トップヘビーを避けるためにアルミニウム合金が多用されている。なお本級は、アメリカの DLG としては、 唯一マック構造を採用しない艦であった。主機艦は、ミッチャー急行機立て造艦と同一形式とされており、蒸気圧力、温度摂取510度の高圧高温ボイラー、いわゆる1200パウンダーが踏襲された。また蒸気タービンとしても、高、中圧タービンと低圧、高進タービンの2射出を備えた二動式、二段原則の、ギアードタービンが引き続き採用された。 ボイラー2缶とタービン1機をセットにして、両弦2軸を駆動するため2組を搭載しており、機関配置としては、艦首側から、全部間室、全部機械室、後部間室、後部機械室が並ぶシフト配置されている。二次元式の対空捜索レーダーとしては、アン、SPS-29、また、対水上捜索用レーダーとしては、アン、SPS-10 が搭載された。 また、ミッチャー級やボストン級では、目標の高度を知るため高度測定レーダーが搭載されていたのに対し、本級では、アメリカ海軍初の実用3次元レーダーである案、SPS-39 が搭載された。これは1960年に実戦配備されたばかりの新兵器であり、以後、米海軍などの防空ミサイル艦には必須の装備となった。電子戦支援。 イザム用の電波探知装置としては、当初は、アン、デスマイナス 4UHF、DF が搭載されたが、後に、標準的なアン、WLR-1 に換装され、さらにアン、WLR-11 レーダー警報受信機が追加されたほか、電子攻撃用のアン、ウルックマイナス6電波妨害装置も追加備えされた。これらは、1982年の改修でまとめて、アン、 SLQ-323 電波、探知妨害装置に更新された。ソナーとしては、当初は、アン、s q s 4が検討されたが、後に、アスロックの搭載が決定されたことから、これと組み合わされるアン、s q s 2 3に変更された。当初は従来と同様、捜作用と別に攻撃用のソナーを搭載する予定であったが、 コレストシャーマン級で開発されたデュアル MCC、デュアルマンタネンスオブクローズコンタクト技術の成熟に伴え、創作用で兼用できるようになった。また本級では、バウドームの採用も検討されたものの実現せず、リーヒ級以降に先送りとなった。また1959年、当時建造途上であった5番艦、キング及び6番艦、マハに対して、海軍戦術情報システム、 NTDS を搭載することが決定された。両艦に搭載されたシステムは CP-642 コンピュータ2機を使用したものであり、NTDS は両艦と空母、オリスカニーで洋上運用試験を受けた後、1963年には正式採用された。その後、次世代防空システムとして開発されていたタイフォンの開発頓んを受けて、 1966年度より、本級を含む、既存の防空艦の能力を向上させる AW、回収発動されることになった。本級の回収は1968年から1975年に、かけて行われ、両艦以外の本級も NTDS を搭載したほか、アン、SPS-29 アン、SPS-49 に、アン、SPS-39 アン、 sps-48 に更新された。上記の通り、本級は元来は、ミッチャー級を発展させて放送型 DL として計画されており、前後甲板及び上部構造物上に、4機の54口径 127mm 単装速射砲、マーク425インチ砲をダブルエンダーに配置する予定であった。しかし、DLG として計画変更されたことから、 まず後部の2門が設計から削除され、5、甲板上には、テリアシステムのマーク、10ミサイル連装発射機1機が、その直前の上部構造物上。2番煙突との間には、テリアのマーク、76ミサイル射撃式装置、GMFCS の案、SPQ-5 射撃式レーダー2機が設置された。テリアが、ビームライディング誘導からセミアクティブ、レーダーホーミング誘導に移行したことら、 AW 回収の際に、アン、SPQ-51、SPG-55B に換装された。また使用するミサイルも、後に、RIM-2 テリアから RIM-67、スタンダード ER に更新された。当初計画では、本級はあくまで防空艦であり、敵潜水艦を警戒するために優れたソナーを装備する一方、 対戦兵器はほとんどを搭載しない予定であった。しかし一番艦の建造途中の段階で、上部構造物全体に設置されていた52番砲を削除して、代わってアスロック対戦ミサイル用のマーク16-8連装ミサイル発射機を設置することとなった。これは、対空火力を弱体化するとともに、建造の遅延にもつながることから、相当の議論が重ねられたが、 当時の潜水環境威の深刻化を考慮して決定された。この結果、本級の手法は、全甲板の54口径5インチ単装速射砲1機となった。また、近接防空用として、2番煙突速砲の、両弦側ブルワークに50口径7 6ト、mm、ル、連装速射砲、マーク333インチ砲が1機ずつ搭載された。放射撃式装置。 GFCS としては、5インチ砲用には、マーク68が、また3インチ砲用には、マーク63が用いられた。その後、1970年代の近代化改装で、3インチ砲は、ハーブーン艦隊艦ミサイルに換装されており、これにより低下した、近接防空力を補うため、クーンツ艦上では、ファラックス CIWS の搭載試験も行われたが、 最終的に余裕重量不足として装備は見送られた。また、マハンワンチョ回収のテストベッドとして回収された。本級は、テリアシステム搭載、DLG の第一世代であったが、有力な広域防空能力を備えると評価され、翌年度計画から建造が開始された、ターターシステム搭載ミサイル駆逐艦であるチールズ、カイアダムズ級ミサイル駆逐艦と共に、 艦隊防空の一翼を担った。なお本級は、従来の駆逐艦 DD、DD、DDG から差別化された、ミサイル共同駆逐艦、ミサイルフリゲート DLG として配備されたものの、1975年に行われた艦種の再分類に伴って、ミサイル駆逐艦、DDG に変更された。他の DLG はいずれもミサイル巡洋艦、CG、CGN とされており、本級は、 EDG に種別変更された唯一の環球であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。